ハーバート・ブラウンモーは、アメリカ合衆国の政治家。民主党に所属し、1941年から1949年まで、第8代ユタ州知事を務めた。モルモン教の経験な信者であり、州知事を退いた後は、伝道部会長を務めた。モーは、ユタ州オグデンにおいて誕生した。モーは7歳の時に家族とソルトレイクシティへ移り住んだ。モーは、 LDS 高校で青年期を過ごした。モーは、ユタ大学で、法学士号及び理学士号を取得し、続いて、ノースウェスタン大学で1926年に、修士号を、1927年に、法務博士号を取得した。第一次世界大戦中、モーは、航空部隊に所属し、テキサス州のケリー空軍基地において、パイロットとして、訓練を受けた。モーは、 実戦配備に先立って、中尉の地位を与えられ、モルモン教の従軍牧師として働いた。モーは、その後、カンザス州のキャンプ・ファンストンで、第89師団に配属された。モーは、ヨーロッパに派遣され、ドイツ占領軍として終戦まで過ごした。第一次世界大戦中、アメリカ軍には、モルモン教の従軍牧師が3人のみ所属し、 もうはそのうちの一人であった。もうは1916年から1917年まで、及び1919 19年から1923年まで、LDS ビジネスカレッジで教職に就いた。もうは1927年から1940年まで、ユタ大学の音声学教授を務めた。 ーは1928年から1936年までユタ大学の男子学生部長を務めた。ーはユタ大学の発展及び将来設計に影響を与えた。ーは1928年にユタ州上院議員に選出され、1938年まで務めた。ーは1934年から1938年までユタ州上院議長を務めた。 モーは民主党において1934年に連邦上院議員候補1936年にユタ州知事候補に挙げられたが共に指名獲得を失敗した。敗北の一員に労働者の救済対策を強く支持したことが挙げられる。1940年、モーは民主党のユタ州知事候補に挙げられ指名を獲得した。 直接予備選挙を強く要求し、実施を勝ち取ったことが大きな勝因であった。モーは1940年のユタ州知事選挙で共和党候補ドンバイロン・コルトンを下し、勝利を収めた。モーは州知事として公共料金の値下げや州内での功績抽出の規制を断行した。1944年、モーは共和党のジョセフ・ブラッケンリーを僅差で破り、 再選を果たした。この選挙は、ユタ州史上最大級の接戦であった。1948年、モーは、リーと再選し、参戦を逃した。この選挙においてモーは、ユタ州における飲酒の自由化に、守備一貫して反対した。モーは、モルモン教会において、多くの養殖についた。モーは、ソルトレークシティとシカゴで日曜学校の教師を務めた。 また、盲は、青少年組織意味合の教師及び同組織の、支部会長及び地方部長も務めた。盲は1928年から1929年まで、リバティ地方部の日曜学校の校長を務め、また、同時期に、同地方部の顧問も務めた。盲は1928年から1935年まで、青少年組織意味合の総合委員を務めた。 1935年12月、もうはデザレット日曜学校連盟の総合委員に就任した。もうは1922年6月22日にフローレンス・ビューラーと結婚した。夫妻は5人の子供を設けた。ありがとうございます。